金曜日の朝、皆さんおはようございます。開封大好き、吉弘です。昨日ね、モダンホライゾン2で収録されそうなカード予想を、まあ、Twitter でね、募集したところ、結構な数のリプライとか DM いただいたんで、まあ、今日はね、なんかその中からいくつかをね、皆さんに紹介していこうかなと思っております。で、みんなね、結構やっぱマジック好きだからね、その予想がね、なんか的を射てるというか、鋭いのが多くて、あ、そういうの再録されそうだなとかいうのもあれば、いや、絶対そんなんないだろみたいなね、なんかその大喜利的なのとかもあってね、なかなか読んでて面白かったですね。で、モダンホライゾンでは、一応前回のモダンホライゾンと同じルールでいくと、モダンで使えるカードプールからの再録はないんですよね。というわけで人気カードのその魂の洞窟だとか、その霊気の薬瓶みたいな再録はないんだけど、まあその代わりね、エターナルフォーマットで猛威を振るってるようなカードが、まあモダンにね、降りてくる、まあ上がってくるっていうのかな、まあどっちかわかんないけど、まあそのレガシーとかでね、強いカードが、まあモダンで使えるようになるみたいなのはあるので、なんかそこの予想がね、やっぱ読んでて面白かったですね。まあというわけでね、皆さんのね、予想をね、1個ずつね、紹介していこうかなと思っております。というわけで1個目が、まずね、昨日、そのモダンホライゾンの、まあパッケージが公開されて、で、ドラフトブースターのね、箱にね、横向いてるなんかおっさんがいるんだけど、あれ明らかにダッコンなんですよね。なんだっけ、黒木剣のダッコンだっけ。なんかレジェンドにいた、まあ、エスパーカラーのクリーチャーで、そう、めちゃめちゃ色構造厳しいんだよね。そのダッコンは。なんだっけ、エスパーカラーの4マナ固定の無色2の6マナ星星のクリーチャーで、なんと能力はね、土地の総数がパワータフネスっていう、もうそれだけみたいなね。まあさすが昔のカードだよねって言わんばかりの弱いクリーチャーなんだけど、まああれはね、おそらくね、ダッコンであることはね、確定ですね。まあダッコンがでもそのまま再録されたら、もうブーイング嵐なんで、まあ超強化型ダッコンが来るのはね、ほぼほぼ硬いですね。どうなるんだろうな。なんか最近ね、昔のクリーチャーを、なんかその強化して出すみたいなのはね、なんか流行りっていうか、やっぱ昔マジックやってたやつが、あ、あの時のやつじゃんみたいので、なんかマジックまた始めようみたいなきっかけになるので、なんか古いね、カードをね、出すっていうのはね、やっぱね、手堅いよね。なんか遊戯王とかでもさ、なんかサウザントドラゴンのなんか、ちょっと若いバージョンみたいなとこさ、出してさ、俺とかもさ、それちょっと気になっちゃったりしたから、やっぱね、なんかそういうオチをね、釣ってくるのは、商売的には正しいので、まあ、ダッコンは間違いない。ただ能力がね、どんなになるかはね、想像もつかないけど、まあ、前回のね、モダンホライゾンでウルザとかヨークモスとかがもうむちゃくちゃ強かったから、もう本当にね、ウルザもヨークモスも最初読んだ瞬間、いや、モダンホライゾンも全然なんかいつものセットと違うなって一瞬でわかるぐらい強かったからね、まあ、今回のダッコンも多分マナ軽くなって、まあ、土地の総数パワータフネスっていうね、コンセプトは変わらないと思うけど、なんか飛行呪文みたいな感じので、なんかめちゃめちゃ強化されてるのはね、おそらく間違いないだろうなと思っております。というわけで、まず1個目ね、これダッコンだろっていうね、リプライはいっぱい来てて、まあ、これはね、なんかいろんな人が気づいてましたね。で、次のね、収録予想で、アーボーグの島版が欲しいですって書いてあったけど、これやばいね。多分ね、半魚人みたいな人なんだろうね、この人。ね、アーボーグのね、島版はね、あってはいけませんね。これね、むちゃくちゃ面白い大喜利だね。そう、島版があると、もうマーフォークデッキがもう歓喜っていうか、なんかもうわけわかんないことになるので、アーボーグの島版はね、なんかめっちゃ笑いましたね。まあ、絶対ないカードですね。まあ、ただね、なんだったらいいんだろうな。なんか森版アーボーグとかさ、山版アーボーグとかだったらさ、その渡る奴らいないから、その渡る奴らがいない奴だったらいいけど、もうその島とか渡ってくださいどうぞみたいな体だからさ、もう森版もダメか、森もやばいな。というわけで森と島のね、アーボーグはないけど、まあ、山平地はね、ちょっとありそうなんで、それはね、なんかちょっとね、なんかインスピレーションをね、なんかくすぶってくれたので、なんかいいリプライだなと思いました。で、次。で、次はね、陰謀団の貴重品質、まあ、帝国の長母兵アロサウルス骸などとジャンプスタートさんのレア各種。あ、なるほどね。あ、ごめん。アロサウルス骸などのジャンプスタートさんのレア隠しか。まあ、インボーダのね、貴重品質はね、結構欲しいね。その黒タンみたいなの組む理由になるし、で、しかもまあ、来てもそんなぶっ壊れると思わないから、貴重品質結構ありだし、まあ、帝国の長母兵も、まあ、来たから何って感じもするから、まあ、なんかコンボすんのかな？なんか危機時期とかでまたコンボするのかわかんないけど、まあ、来てなんか大変なことになる事態も想定できないし、で、アロサウルス骸はね、これいいね。俺ね、結構個人的にエルフを、なんかそろそろモダンで強化するんじゃないかなって思ってて、まあ、エルフって割と好きな人多いと思うんですよ。やっぱラスリルとかこの間カルドハイムで、逃走者デッキ出たけど、割とあれ売れてるっぽいから、やっぱエルフを好きな人ってのはある程度いるんですよね。というわけでモダンのエルフってのはね、まあ、かなりなんか微妙な部族だから、なんかエルフのテコ入れみたいなのはね、起きそうだから、アロサウルス骸はね、結構いいね。で、来たからといってなんかぶっ壊れる未来とかも見えないし、そう、今ね、ちょっとね、エルフね、モダンで立ち位置良くなってるんだけど、まあ、その無限マナとか出た先の、注ぎ込み打ちとかにはならないから、アロサウルス骸はね、なんか来てもそんなぶっ壊れたりしないで、なんかいい感じのね、塩梅で、モダン盛り上げてくれそうだし、あと単純にアロサウルス骸が欲しいってね、俺も欲しいんだよね。だからアロサウルス骸は来て欲しい。というわけで、まあこれは良かったね。で、次。で、次はね、ネクロポーテンツ。ネクロポーテンツはね、ダメだろうと思ったけど、なんか冷静に考えたらね、ちょっとありなんだよね。
そう、ネクロポーテンツはもうさ、ザ有名なこれなんだけど、あのネクロポーテンツ、そう、あのね、パッと見た瞬間やばそうなのよ。そう、3マナのエンチャントで、あの、ドローステップにカードが引けなくなるんだけど、1点ペイすることによって、まあ、カードが引けるのよね。え、やばいじゃんって思うかもしれないけど、その代わりその1点ペイで引けるカードは、エンド時にしか手札に来ないのよ。そう、すごいね、特殊な工程を経て手札に来るから、だからね、コンボデッキとかが、そのコンボカード一瞬で揃えてコンボ行くみたいなのができないんですよね。一応一旦立ってからコンボ開始なんで、ただね、3マナのエンチャントでもうコンボパーツを回収したら、まあ、次のターンおそらく、ある程度の妨害をかいくぐってコンボできると思うので、だからね、ネクロポーテンツはね、なんかあのね、一見やべえなと思ったけど、なんだろうな、その一旦の猶予がある観点から、もしかしたらね、もしかしたらってね、思ったんですよね。というわけで、ネクロポーテンツはなんか大喜利っぽい感じもするけど、あの、実際問題ちょっとね、見てみたいなと思ったんで、これね、なんか少しね、いいなと思いました。で、次。で、次はね、あのね、これネタ10日って4種類ぐらいやってくれたんだけど、フレームリフトと跳ね返りと、なんだっけこれ、あの、抵抗の補充だっけ、抵抗の補充と、リスの群れか。っていうので、まあ、あの、リスはね、あれなんですよ。そう、セットブースターのボックス、に書いてあったから、まあ、リスフィーチャーもあると思うんだけど、リスの群れはね、別に来てくれても嬉しくねえんだよな。あんま強くないから。まあ、そのリスの総数がパワータフネスに修正加えられるっていうカードで、一応元々が3マナ22なんだっけ。で、リスって結構出るから、まあ、こいつのパワータフネス全然その88とかね、99とかも目指せるクリーチャーなんだけど、まあ、言うてバニラだから、どうだろうな。まあ、言うてオデッセイっていうね、絶妙なセットのレアなんで、まあ、結構カードパワーは知れてるけど、まあ、リス好きっているんですよね。俺全く会ったことないけど、なんかリスってね、実は結構マジックで愛されてる部族らしくて、だからまあ、今回リスがね、ちょっと押されるってね、気づいた瞬間、ちょっとセットブースター買うわみたいな人いたから、まあ、リスの群れはどうかわかんないけど、まあ、そのリス好きっていう人はね、ぜひまあ、モダンホライゾン2ね、買ってほしいですね。で、抵抗の宝珠は、全部のマナが1マナ重くなるんだっけ？というのでね、全部だから、なんかどう悪用するかわかんないんだよね。なんかクリーチャー以外が1重くなるとか、そのクリーチャーが1重くなるっつったら、なんかそのどっちかをね、使わないようなデッキは悪用できるけど、全部が重くなったらもうわけわかんないから、抵抗の宝珠はね、ちょっといまいち使い道わかんないけど、まあとはいえなんかね、太古のアーティファクトなんで、ちょっと来たら来たでね、面白そうな動きしそうですよね。で、跳ね返りはね、これ全然来そうだね。ザ普通のカードなんですよね。そう、ディミアからの3マナのインスタントで、まあパーマネントバウンスした後ハンデスっていうので、で、相手のハンドがゼロの状態で打つと、まあそのバウンスしたパーマネントそのまま捨てなきゃいけないので、まあだからね、まあそういう感じで除去にも使えるし、あと単純にパーマネント全部ターゲット取れるから、相手がちょっと土地の伸び悪いなっていう時はその土地に戻してやってね、そのテンポ食ったりしてもいいので、跳ね返りはね、結構いいカードなんだよな。で、かといって別にモダン壊れそうでもないし、あと単純にカラーリング的にも、ディミアカラーだったらね、ちょうどいいかなって感じがするから、これね、跳ね返りいいですね。で、最後、フレームリフトはね、ちょっと無理だね。2マナでお互い4点食らうっていうカードで、で、お互い4点食らうは、まあ、自分も4点食らってるから、なんか向こうが殴ってくるデッキだったりするときに、まあ、こっちがバーンデッキだったりしてもね、先に死にかねないので、そう、4点はね、さすがにデカすぎるから、だからね、なんつうんだろうな、相手が、殴る系だったときは、自分の命が危ういんだけど、とはいえ、相手が全然クリーチャー使わないデッキだったときに、2マナ4点火力がね、そう、ボロスチャームに加えて足されるのはかなり危ないから、あ、でもフレームリフトもありかな。そう、最近結構マジックってかモダンクリーチャー使ってくるから、まあ、大体においてね、自分が困りそうだから、ちょっとフレームリフトもね、ちょっとワンチャンあるかもしれないですね。というわけで、この4個のね、予想面白かったです。で、次、有効色のキャノピーランド収録されそう。これはね、すげえありそうだね。そう、前回対抗色の、そう、キャノピー、地平線の小杖サイクルが来て、で、まあ、地平線の小杖って一番最初に緑白だから許されてるカードだと思われてたんですよ。その緑白っていう絶妙なカラーだからあんな強いそのメカニズムが許されてるんだって出てきたけど、まあ、モダンホライゾンで対抗色出てきて、もうそういう縛りなくなったから、なんか空いてる4個はね、まあ、モダンホライゾン2でね、来る可能性相当ありそうですよね。まあ、とはいえそのフェッチがさ、来るわけじゃん。その土地ばっかレアで埋めるかな。そこはちょっと気になるところだけど、まあ、有効色キャノピーはね、まあ、出てほしいっちゃ出てほしいですね。もう今現在その対抗色だけあるってのもなんかおかしいからね。で、まあ、モダンホライゾンで出て、まあ、キャノピーランド、まあ、対抗色使ってて、まあ、使用感的にもそこまでね、環境をぶっ壊すもんじゃないなと思ったんで、まあ、有効色キャノピーもね、かなりありそうですね。で、次、フレームタンカブー。フレームタンカブーはね、
これも、おじを釣ってくるね、カードとしてはね、非常にいいよね。そう、プレーンシフトのアンコモンで、4マナ42で出た時に、そのターゲットクリーチャーに4点与えるっていうので、これもうほんと昔のカードかよって思うぐらい強いクリーチャーなんだけど、まあ確かにね、もう昔もね、猛威振るいまくってたんですよね。で、一応弱点で言うと、これ絶対ターゲット取らなきゃいけないので、その戦場にクリーチャーがいない状態で出てくると、まあ自分死んじゃうっていうので、まあそこはね、デメリットなんですよね。とにかくフレームタンカーブーは、まあ昔すごいね、大活躍して、まあその当時ね、やってた人からしたら、あ、懐かしのカードっていうのもあるし、で、モダンで使えるかっていうと、多分全く使えないですね。4マナ42のクリーチャーでも、その除去搭載してても、そこまで役に立たないけど、まあだからこそね、収録されるってカードありますよね。そう、前回のモダンホライゾンとかでも、いや、そんな絶妙なカードを収録してくれてもみたいなやつはね、ちょいちょいあったから、まあなんか昔の懐かしむっていう感じで、まあフレームタンカブーはね、来る可能性結構ありますね。で、次はね、これね、めちゃめちゃ鋭いっていうか、マジで来てほしいので、前回モダンホライゾンで、まあ、有効職権が出たんですよね。そう、剣ってミラディンで、まあ、5本あったんですよ、その対抗職権が。で、対抗職だからあるのかなと思いきや、モダンホライゾンで突然有効職権とか2本だけね、投下されたんですよね。というわけで、まあ、その有効職権が2本ある以上は、残り3本もどっかで出るから、で、残り3本がね、このタイミングでね、なんか来そうな気するんですよね。ただね、これ有効職権が来たら、やっぱ石火事がね、すごい化けそうだから、なんかもう石火事って結構今絶妙な立ち位置にいるので、有効職権はね、かなりありそうなんですよね。ただ前回の有効職権2本は、本当に微妙な性能だったんですよ。というわけで、剣が来たってめっちゃ歓喜したけど、能力が超弱かったんですよね。まあ、ただね、残ってるその有効職3種類ってのが、赤緑と、緑白と、青赤か。まあ、微妙だな。なんか緑白剣は、まあ、パス食らわない、もう緑ってあんま意味ないよな。そのタルモそんな生息してないから、タルモにブロックされないとか関係ないし。で、赤緑剣も、その剣装備した段階で稲妻で死なないから、まあプロテクション赤機能しないし、で別にタルモいないしってので、まあプロテクションがね、残ってるから、どれも微妙なんですよね。で、赤黒剣はね、まあ瞬章にブロックされないと、あとなんだろうな、まあデスシャドウにブロックされないとかあるから、黒青剣がね、かなり、ちょっと、まあ、カラーリング的にも、なんか、あと能力的にもね、なんか黒太郎ってなんか、すごいことをしそうじゃん。なんか狡猾と恐怖の剣みたいので、なんかダメージ取ったら、ドローと、なんだろう、クリーチャー破壊みたいな、なんか、イカれてんな、そんなカードあるわけないんだけど、まあ、っていうのでね、黒青剣はね、なんか来たらね、すごい強そうな気がするので、まあ、そこに期待したいですね。で、あと単純に今、その、プロテクションカラーが弱くても、能力がぶっ飛んでたらね、全然石火事で使うので、まあ、赤緑剣、緑白剣もね、ちょっと期待したいところでありますね。まあ、来るかどうかわかんないけどね。で、次ね、前回ミシュラ来たから、そのミシュラの、まあ、兄弟である、違う、前回、そのウルザが来たから、ミシュラが来そうっていう予想があったんですよね。というわけで、まあ、ミシュラはね、まあ、そもそもカード化されてるんですよね。そのミシュラは、なんか時の螺旋でクリーチャー化されてんだけど、結構微妙な性能だったんだよね。なんだっけ、グリクシスから4マナで、なんかアーティファクトを唱えるたびに、自分の手札か墓地からライブラリーからか、同じ名前のカードが、倍に出てくると。というわけで、まあ、アーティファクト唱えると、まあ、同じもんが、ついで出てくるよっていうので、まあ、結構強いな、こいつ。まあ、まあ、その代わり一旦帰ってこなきゃいけないから、まあ、そこがちょっと使い勝手悪いところであって、まあ、前回のウルザはね、まあ、とりあえず着陸したら何かしらのアドバンテージが得れたし、まあ、その瞬間からね、コンボ指導とかもできたから、あれに比べると、まあ、時の螺旋のミシュラはね、ちょっと微妙なんだけど、まあ、それが相当強化されてやってくるとかね、なんかそういう展開はありそうですね。で、次はね、これ結構過激派の予想ですね。もみ消しっていう。もみ消しがあると、確かにその、まあ、モダンで、そのフェッチを軽々しく切れなくなるけど、軽々しく切れないじゃなくて、もういつ切っても裏目がある状態になっちゃうんですよね。だって相手がフェッチ立ってたら、そのフェッチから、島絡みの、ショックランド飛んできて、もみ消しされるかもしれないから、相手のそのフェッチがあるだけで、こっちもフェッチ切れないっていう、なんかわけわからない状態になるので、もみ消しはね、さすがにやばいんじゃないかな。そのなんか、もう裏がさ、ありすぎて、で、その、読み間違えた時のリスクがでかすぎるから、なんかお互いも何にもできねえみたいになるからさ、まあ、それ別にレガシー問題だと思うんだけど、まあ、だからあるか。なんか、もみ消しちょっとね、面白そうな気はするよね。ただ、俺、もみ消しで、その、フェッチもみ消された時は、もうほんともうモダンやめようと思っちゃうから、その時のね、気分次第によってはね、全然楽しくない試合になりそうなんで、
そうだな、なんか面白いカードであるけど、ちょっとなんか絶妙なところですね。まあ、とはいえ面白かったんで紹介してみました。で、次。で、次はね、エンチャントワールドのメカニズムを復活させて、その調和の中心を再録してほしいと。これはね、噛み合ってるね。その調和の中心は、今その逃走者とかで結構重要あるんだけど、まあ、全然再録されないんですよね。で、なんかエンチャントワールドっていうね、なんか変なメカニズムを持ってるんですよ。で、エンチャントワールドはなんだろう。なんか、ポケモンカードでいうスタジアムみたいので、まあ、1枚貼ると1枚剥がれるみたいな、なんかなんともそのテキストになんか凝縮しづらいような能力を持ってる関係上ね、まあ、その調和の中心を再録しようと思っても、そこの部分のなんか説明をワールドに加えなきゃいけないから、だからめんどくさいんですよね。でもただモダンホライゾンは、もうマジック結構やってる人向けに作られてるセットだから、もうどんな難解なルールでも全然ぶち込んでくるので、だから調和の中心はね、モダンホライゾン2でのね、再録はね、相当ありそうですね。で、まあエンチャントワールドが、まあなんつうのかな、パックにあると、まあリミテッドとかもね、面白くなるから、なんかワールドのメカニズムをね、収録して調和の中心再録っていうのはね、これすごい理にかなってて、ね、なんか賢いなと思いました。で、次。で、次、カンスペって話がちょくちょくあるってやつなんですけど、そう、カンスペがね、再録されるっていうなんか話が、なんかリークなのか、それともなんか誰かの予想なのかわかんないですけど、なんか、いろんなところであるんですよね。カンスペ再録されるっていう話。でも、カンスペ再録すると、もう今、そのカンスペの介護官みたいな奴らが、もう必死にね、いろんな良さをなんか使って、2マナカウンターとして、なんか使われてんのに、全部価値なくなるやん。てか、もうロジックモッドって何みたいになるから。だからね、カンスペ再録はさすがにないんじゃないの？なんか、リークの話って言ったらさ、なんかすごい、それっぽいけど、さすがにね、てか俺ね、モダンを始めてからもずっと、その青絡みのデッキ使ってるから、まあ、いろんなカウンター今までずっと使ってきたんですよ。まあ、そのマナリンクも使ったし、差し戻しも使ったし、まあ、そのロジックノットも使ったし、あとなんだろうな。てか、ありとあらゆるね、その2マナカウンターはやってきたんだけど、やっぱね、なんかあいつらがあんだけ戦ってきた歴史がある中で、カンスペっていうなんか突然 彼らのね、頑張りを無に帰すようなカードがね、飛んでくるとはね、ちょっと思い難いんですよね。まあ、ただね、それが本当だったら、なんか節目だなって思うよな。なんかその歴史の というわけで、まあ、カンスペ再録っていうのはね、なんかちょいちょい話し上がってるけど、まあ、本当だったらね、結構ぶったまげますね。で、次。で、次はね、九州がいけたんやからこれもいけるやろっていうので、まあ、アンダーマインこと虫歯みがあるんですけど、まあ、これはね、もう間違いなくいけるよね。そう、九州があって虫歯みがない理由がよくわからないから、まあ、これはね、かなり来そう。てか、なんか、虫歯みちょっと使いたい。で、これもね、やっぱマジック王子を釣ってくるね、いいカードなんですよね。ただね、前回の九州は、もう九州のイラストじゃなかったから、マジック王子あんま釣れなかったんだけど、まあ、今回ね、このイラストのまんま虫歯みって再録したら、あの懐かしの虫歯み使えるじゃんとかでね、なんか人来そうな気がするんですよね。で、同じ理由で、まあ、ヴィンディケートも俺来てほしいなと思ってるんですよね。別に3マナ目でさ、まあ、ランディスしても別によ、いいじゃんって思うから、だからね、ヴィンディケートなんかも、まあ、ヴィンディケートあるとなんかで、なんだろうな、土地縛ってくるデッキすごい強くなるのかな、そのヘイトベア系のやつが。まあ、ただね、結構あれもね、なんか面白いカードであるから、まあ、ヴィンディケートとかね、虫歯みとかはね、ぜひ来てほしいですね。で、次。で、次はね、食物連鎖がそろそろ再録されそうってのあるんですけど、食物連鎖は、まあ、来ても問題ないんじゃない？なんか悪さって、だってそう、モダンで使えるカードですごい悪さするのって、切り移ろのグリフィンだっけ？その追放領域から唱えられるやつ。あれで、まあ、無限、そのマナが出るってだけで、で、無限マナが出た後になんか注ぎ込み口がないといけないから、そうね、別に2枚で完結してるコンボじゃないので、だ食物連鎖は全然ありだと思うんですよね。で、ちょうどなんか1枚逃走した授業で欲しかったみたいな人が、まあその手に入れるきっかけにもなるので、まあ食物連鎖いいんじゃないかな。なんかモダンのプールでなんか食物連鎖が悪さできそうなね、なんかカードとか知ってる方いたらね、ぜひ教えてください。で、次。で、次は、これ、面白いね。いつか来るはず6点ショックインの3色ランドっていうのがもうむちゃくちゃな土地ですね。で、これさ、待って、6点ショックインの3色ランドってタップインできるってことなの？タップインできた瞬間なんかもう全てが終わりそうだから、これできる場合はもう確定で6点払ってアンタップインみたいな土地じゃないと成立しないと思うから、6点ショックインのね、3色ランドはね あるとしたらね、もう多分タップインできないですよね。それがタップインしても2点食らうとかだろうね。これでもね、なんかちょっとね、面白かったね。で、次が最後で、有効色のトライオーブが欲しいと。これはね、欲張りだね。イコリアで、対抗色トライオーブが出て、もうみんな歓喜してる中、有効色もくれと。
すごいね、なんかこれからのそのトライオーム有効色っていつ出るんだろうっていうのをね、こんな早い段階でね、潰しちゃダメだよね。で、あとデメリットマシマシでいいから特殊地形フェッチとか来てほしい。デメリットマシマシの特殊地形フェッチってどういう状態？何と何なの？それが気になるよね。特殊地形のどれとどれを持ってこれるっていう、そのどれとどれがどうなってるかがわかんないから。これ面白いね。で、伝説系ではアシュノットとか、タウノスとか、血染めの月系で、ヌルムーン、グルラに書かれてる月が来てほしいと。これちょっと何かわかんないんだけど、なんかヌルムーンはね、なんか見てみたいから、なんかこれもちょっと拾っちゃったんだよね。まあ、このね、特殊地形フィッチはね、ちょっとまあ、このツイッターのさ、200文字の中ではさ、ちょっと言葉足らずになるとしょうがないと思うけど、どれとどれなんだよってのが気になりすぎてね、ちょっと拾っちゃいました。はい、というわけで一応これがね、まあ、まあ、いただいたリプライの中から、まあ、俺がね、ちょっと気に入ったやつをね、なんか何個か、選んだ結果の、まあ、その紹介でした。で、まあ、一応最後に、まあ、俺のね、まあ、個人的なその収録予想をしたいんですけど、まあ、さっきも話したんですけど、そのエルフのね、強化カードが来そうだなと思ってて、で、まあ、無難なところで言うと、まあ、カバの知識のレンジャーとかが来て、で、大穴で言うと、まあ、ティタニアの僧侶が来るんじゃないかなと、まあ、思っております。まあ、ティタニアの僧侶はさ、マナ大量に出るから、その注ぎ込み口があるとやばいんだけど、まあ、それがないとね、まあ、ただマナが出て、で、どうするんだいみたいになって終わりだから、で、まあ、エルフは一応マナが大量に出ると、そのエルフ出る、引く、エルフ出るみたいな、そういうドローチェーンが組みやすいので、まあ、だからそこはね、ちょっとぶっ壊れやすいポイントではあるけど、まあ、あれがないからね、そう、エルフ、モダンでは、あれ、なんだっけ、垣間見る自然が禁止だから、で、そのドローチェーン組めないから、多少マナが大量に出たところで、そんな問題はないかなとは思ってるんですよね。まあもしくは、大量に並べて、そのロードで、殴り殺すっていう、なんか、そのマーホークみたいなね、戦術取る上では、まあ健全だなと思うから、まあティタニアの僧侶はね、ちょっと来てほしいし、まあ来ても問題ないかなと思っております。で、さらにね、ティタニアの僧侶はやっぱね、エルフのその代表的なクリーチャーでもあるから、まあティタニアの僧侶を使えるんだったら、なんかエルフ、モダンで組んでみるかみたいな、そういうレガシーのね、エルフ兄貴たちが、そのモダンにやってきてくれるかもしれないので、まあそういうね、なんかモダンをやってみようっていうきっかけになるようなカードとかね、じゃんじゃん再録してほしいと思ってるから、まあ俺の個人の要望だけはね、ティタニアの僧侶来てほしいですね。はい、というわけでね、まあモダンホライゾン2のね、収録カード予想でした。いかがだったでしょうか。で、なんかほとんど折りかみたいなカードも含めて、まあいろいろね話したんですけど、多分この動画が上がってる時間帯にはね、なんか公式の生放送みたいなのが終わってて、本当にね収録されるカードがもういくつかね、もう公開されてるかもしれないので、もうそうなるとなんかこれの予想動画みたいなのはね、なんか全く意味をなさなくなりそうなんで、まあもしねこれが上がってる時間帯に、まあその公式のね放送とかが終わってて、いや全然合ってないじゃんみたいになった際はね、まあなんか笑える動画として、まあこの動画ね、なんか処理していただけると幸いです。というわけで今日の動画がね面白かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。で、モダンホライゾン2はね6月11日発売なんで、まあモダンホライゾン2にね期待をなんか持ってる方はね、ぜひモダンホライゾン2発売日にねたくさん買って、まあモダンを盛り上げつつ、まあマジックをね全体盛り上げてみてください。それじゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。